はい、こんにちは、レトスの小野です。12月26日の3問に入ります。 A の被用者 B と C の被用者 D の行為につき E に対して使用者責任を負うとき、 A が損害賠償金を全額支払った場合、 A は C に対して求償権を行使することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。まずこの状況を確認したいんですけれども、まあ、被用者は従業員ですよね。で、 A の被用者は B だから、従業員 B の使用者は A なんですね。会社が A っていうイメージですね。で、被用者 D、 従業員 D の使用者は C なんですね。で、 B と D の行為で E が被害を受けたという状況です。 B と D の行為で E が被害を受けましたと。で、 B の使用者である A が損害賠償したんですね。全額支払ったという状況です。で、この場合 A さんは、使用者 A は使用者 C に対して求償できるかっていうことが質問されているわけです。で、一応図を書くとこんな感じですね。従業員 B がいて、その使用者が A、 従業員 D がいて、使用者が C、 そして B と D の共同不法行為によって E に被害を与えちゃったという状況なんですね。そして A が全額賠償したという状況です。弁済って書いてありますけども、まあ、賠償したと、全額賠償した。で、 A さんは使用者 C に求償できますかというところが質問されているんですけども、これ求償できるんですね。負担割合って、これ、まあ、過失割合って考えていただくと分かりやすいです。 B と D の過失割合に応じて求償できますよってことですね。まあ、今回の問題は求償できるかどうかを聞かれているから、まあ、求償できる丸っていうので終わりなんですけども、どれだけ求償できるかっていうと、この過失割合に応じて求償できるよと、まあ、いうことです。まあ、イメージとしては、まあ、D さんの方が、まあ、過失の割合が大きかったと。D さんの方が責任重くて、B さん責任軽かったっていうのであれば、A は C に対して、比較的大きい金額を求償できる、請求することができると、まあ、いったイメージですね。で、続いて、宅建業者は、取引の相手方の権利の実行により、営業保証金の額が、政令で定める額に不足することとなったとき、供託所から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない、丸か×かという問題です。これ答えは×ですね。供託所からっていうのがこれ誤りです。正しくは免許権者ですね。還付請求により営業保証金の額が不足しちゃったよと。そうすると不足額について納付してくださいって通知が来るんですけども、これは免許権者から来るんですよ。今回の問題は供託所から通知書が来てるんですね。だからこの点が誤りなんですね。で、その他の部分は正しいです。通知を受けた日から2週間以内に供託しなければならない、この部分は正しいと。で、今回の問題について解説を見て、あ、そうだったなと、まあ、わかると。でも間違えちゃったっていう方です。この方が一番注意しなければいけなくて、実は今回そのように間違えちゃった、つまりはボンミスですよね。ボンミスで間違えた人っていうのは、日頃の勉強で理解学習ができてない人なんですね。多くの方が理解学習を間違ってるんです。理解学習の認識を間違ってるんですね。理解学習っていうのは、この解説を理解するだけじゃなくて、そもそものこの問題文が理解できていないと、どんだけ法律、ルールを覚えたとしても、ボンミスとかして間違えちゃうんですよ。だから、問題文を理解するってところがすごく重要なんですね。だ、問題文を理解できていないから、引っ掛け問題に引っかかっちゃうんですよ。これを分かってる人が非常に少ないんですね。理解学習の認識を誤ってるんですよ。だから、多くの方が理解学習できているつもりになっていて、実際は理解学習ができていなかったって話なんです。重要なのはこっちなんですよ。こっちじゃないんですよ。多くの方はこの解説が重要だと思ってるんですけども、実は違うんです。こっちが重要なんですよ。問題文が。こっちの理解をちゃんとするってことがもう大前提なんですね。なので個別指導ではそういった部分も含めて解説をしているって話なんです。まあ、これでおそらくですね、これ間違った方はやっと理解学習ってそういうもんなんだって分かっていただけたと思います。
なので、これからはちゃんと問題文を理解するって方に焦点を当てて、ぜひですね、勉強を進めてください。で、問題文の理解の仕方について、やり方がわからないっていう方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導では問題文の理解の仕方までお伝えしておりますので、本当の意味で理解学習がしたいという方は、ぜひ一緒に勉強しましょう。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、あともう一つですね、この動画について別途、基本的な無料動画ございますので、そちらも参考にしてみてください。この動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。またお知らせボタンの方ですね、右上にお知らせボタン出しておきますので、そちらからもご確認いただけます。で、問3ですね。農地法の許可を受けず、農地を宅地として造成したものは、都道府県知事から工事の停止、原状回復、その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命じられることがある。丸か×かという問題です。これは丸ですね。許可を受けないで権利移転させればそれは無効になります。で、まあ、今回の問題はここじゃないんですね。この下の部分です。許可を受けずに転用したら、原状回復命令など命じられます。まあ、これは基本中の基本ですね。まあ、これは絶対に覚えておきましょう。セットで覚えておいてください。そして先ほどの営業保証金についての動画は、この動画の真ん中あたりですね、に動画のリンク貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオンでした。